はいどうも、カッパ園長です。じゃあ今度はね、高橋早苗さんのお話、ちょっと久しぶりかな。高橋さんが、っていう記事がね、今回2つぐらいあるのかな。まず最初、この日本がさ、日本のこの、例えば北海道とか、北海道だけじゃないですけどもね、日本のこの土地、この森林とかさ、山林とか、山とか森とか、あとこの水源地とかですよね。うん。日本の土地がこのね、続々この外国資本にこの倍、買われちゃってるっていう。これまずいでしょっていう、そういう話は、もう何年も前からありますけどね。改めてこの高橋さんが、この予算委員会でね、この警告を発したと。もっと危機感持てと。今回のお話はこの森林ですかね。外国資本は、中国を筆頭に、租税回避地の法人を駆使して、日本の、土地を、買いまくってるぞと。こんな状況を許していいのかと。うん、いや、いいわけがないんですけども、こういうところも日本政府はあんまりね、いやだからみたいな感じでさ、ね、ことごとくなんかやる気ないですもんね。だってもうずーっと、あれなんかどっかのタイミングでなんかこれに規制を、待ったをかけるなんかそういう法案が、あれ審議にかけられたんだっけ ?1 個通ったんでしたっけなんかそういう話、よっしゃ、じゃあこれでちょっとはマシになるかなみたいな、そういう出来事あったと思ったんだけど、あれ結局どうなったんですかね。謎の森林買収に中国の影、租税回避の法人を駆使。だからもうあの手この手使ってくるわけですよね。だからもう中国が、この堂々と、この中国資本がね、この中国の方から来ましたと堂々とね、歌うと、もう目立ちすぎると、警戒されると。だからもうしょうがないということで、別なやり口をね、この考えて、やってきたということですよね。安全保障上重要な土地の買収対策となる土地利用規制法の全面施行を9月に控え、これからか、なるほど、自民党の高橋早苗政調会長は1月24日、衆院予算委員会で、重要な防衛施設に近い土地が中国資本と関係の深い事業者によって取得されていることに言及し、危機感を示した。農林水産省の資料によると日本の森林を買収している外国資本は中国を筆頭に英国領バージン諸島やシンガポールが続く。この英国領バージン諸島の背後にも中国の姿が見え隠れしていると、高橋早苗政調会長は予算委員会で全国の再生エネルギー問題についても質問、その中で中国資本と関係の深い事業者が航空自衛隊レーダー基地からおおむね35キロに位置する土地を取得、国防上問題があるのではないかなと指摘したと。絶対ありますよね。うん。で、農林水産省は平成18年から毎年外国資本による森林買収の実態を公表していると。これもちゃんとさ、ありのままに実態を公表してくれてるかどうか、そこから怪しいと思うけどね。うん、だって入り込まれてるでしょ、どうせ。うん、なんか改ざんされてたりとかさ、なんかこう3割ぐらいなんかこの記帳していない記入漏れみたいなデータとかあったりするんじゃないのこれ。大丈夫なのねえ、なんか勝手にこのなんていうの買われたさ、この用地のこの広さをさ、なんか01個桁勝手に少なくさ、あ、これぐらいだったらみたいなそういう操作とかなんか平気でされてそうな気が、もう全てが疑わしいよね。この政治家連中もこの役人連中もさ、うん、なんだろうな、なんでこうどんどん嫌な世の中になってっちゃうのかしらね。うん、なかなかもうなんかあれですよね。もちろんそういうね、なんかこの我々日本国民にとってなんだろう、まずいというかネガティブっていうとちょっと一概にはそうとも言えないんですけども、でもなんかそういうね、内容の記事ニュースをピックアップしてるっていうのはあるんですけども、いや違うんですよね。なんていうのかな、我々日本国民にとってね、この朗報ね、喜ばしいこのポジティブに評価できるニュース、たくさんあればね、本当はそっちの方を取り扱いしたいんですよ。本当はそっちで動画撮りたいんですけども、もうね、こういうね、日本ってこのままで本当に大丈夫っていうニュースばっかりなんですよね。残念ながら。これ、なんだろうな、こういうの、サイレントインベーションっていうんですかね。確かなんかほら、プリンスホテルとかもなんか名前上がってませんでしたっけ？あれ買われたのは関係ないんですかね。もしかしたらそうなんじゃないのかなって、ちょっと思うんですけどもね。だから結局外資はさ、この所有権じゃなくて、この、なんでこの、なんていうの？この、貸すだけ？よくこの、なんていうんだっけ、こういうの。借地権っていうのかな、この賃借権っていうか、その要はこの何ていうのかな、この完全にこの買ってこの所有できなくした方がっていうかするべきだと思いますけどもね。だって法規制でさ、なんとかしないと、もうだって戦わずにもう国がさ、どんどん切り取られて乗っ取られてっちゃってるわけですからね。うん。いや、これは絶対ダメでしょう。北海道とか、北海道のこのやっぱり有名なのはこのニセコですよね。凄まじいですよね、この個人も法人も。うん。もうほぼほぼ中国。だからこの英国領バージン諸島もこれ裏で中国ってことだったら、もうほぼ 100% ですよ。で、あとだってもうシンガポールも結局そうじゃないですか。ねえ。だから、なんか、中国以外のってなると、もう数えるほどしかないですよ。なんかこのオーストラリアとかさ。うん。いやー、ほんとなんとかしないとね。うん。で、この土地だけじゃなくて、このサイバー攻撃についても高市早苗さんがね、やられたらやり返すべきだと。その通りですよね。日本はもっと情報収集力をね、この強化しなければならない。これはやっぱりこの、なんだろう、反対する人間はさ、ね、そういうこの準備、だからいわゆるこの日本が普通の国になるのを嫌がる勢力が相変わらずなんかもうあちこちにね、はびこってるわけですよね。だから結局このやりたい放題、取られたい放題、ね、それをこの許しちゃってるわけでしょ。うん。なんでこう自分の身を自分で守る、なんかその物理的にじゃなくてこのね、サイバー攻撃に対してもそうですよね。うん。っていうことが、ね、できる、いや、だってそれ普通じゃないですか。ね、自分で自分の身を守るって普通じゃないですか。なんでこう普通の国になるのを嫌がるって全然意味がわかんないですけどね、普通に考えてね。だって他のなんかね、安保、まあこれもその一つですよね。うん。他のものを一切合切、ね、この全部後回しにしてね、うん、いや、この日本というこの国、ね、日本を守るために、ね、オールインするんだ、ね、なんかこの社会福祉とかさ、ね、なんかその辺をこう全部切り捨てて、ね、なかったことにしてとか、そんなこと言ってるわけじゃないですよね。うん。どっちかというと、このバランス取って、ね、このバランスよく、ね、うん、このサイバー攻撃に対してもっていう、ただそれだけのはずなのに、うん、なんかもう、こう、アレルギー反応というかさ、ね、脊髄反射みたいな感じでさ、いやいや、そんなんダメだダメだ、みたいな。憲法と一緒ですよね。うん。いやー、なんですかね、この高市さんみたいに、ね、仕事をしようとする、ね、この政治家として仕事をしようとするだけで、なんかこう、邪魔されたりとかさ、なんかこう、変な、この、曲解されてさ、なんかもう高市政調会長こんなとんでもないこと言ってたんですよみたいな、ね、このデマ拡散されたりとかさ、ね、そんなことばっかですよね、特に日本のマスコミ。うん、ちょっと反日勢がやっぱりね、うん、邪魔すぎて、こういうなんかちゃんとね、この仕事しようとする人の妨害ばっかだもんな。うん、いや、もう本当ね、どうにかしてもらわないと、ね、土地もそうですし、サイバー攻撃もそうですよ。もう完全にノーガードみたいなもんですもんね。うん。取られちゃったら、ああ、取られちゃいました。なんだったら日本国民には取られたことすら知らされないで、ね、そのまましれーっと気づいたら、なんかどっち向いてもなんかもう中国資本の持ち物みたいな、みたいな。多分そういう風になっちゃってますよ。ね、特に北海道は。うん。ひどいっすよね。うん。だからもう、その、なんていうの、この国会議員だけじゃなくて、日本全国、ね、あちこちに、やっぱりこの、なんだろ、この、売国連中が多すぎ。ね。うん。ちょっと金積まれると、すぐこの、コロって転がされて、で、もうあとはもういいように操られちゃってさ。うん。そっか。日本国民って結構ね、なんかそういう賄賂とかさ、ね、そのなんかこの金にね、本当弱い生き物なのかなと。ね、そんなこの汚ねえ奴らばっかだったっけって、ちょっとなんか普通に首かしげちゃいますけどもね。うん。いや、いいんですよ。別にお金稼ごうとする。それ自体は別に否定しないですよ。ね。うん。お金に執着することもあえて否定はしないですよ。うん。でもやっていいことと悪いことありますよね。うん、いや、どうしてもお金が必要だって言ったら、正々堂々と稼ぎゃいいんですよ。うん。それなんか裏金とかさ、ね、うん、積まれてなんぼみたいな。で、それを受け取って後で牛耳られるとかさ、それもダメでしょ。うん、論外でしょ。全然お金を稼いでることにもなってないし。うん。なんだろうな、本当こういう日本、わかんない。そもそも日本国民かどうかも怪しいですけども。うん。とにかくなんかもう高市さんたちにね、なるべくこの頑張って、高市さんたちに、なんか堂々とね、この仕事をしてもらえるような状況を用意することができれば、ね、確実に日本ってもう全然今とは違う、もっともっといいね、この日本社会とかになってたはずですけどもね、まあ今更言ってもしゃあないんで、ここから取り返していってもらいたいんですけども、なかなか厳しい戦いになりそうですね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。